セレガとは、J バスが製造し、日野自動車が販売している大型観光バス車両。社名の由来は、セクシーエレガントの略語。1990年にブルーリーボム RU19、60、63観光をフルモデルチェンジして発売を開始。2000年にセレガ R としてマイナーチェンジを行った。さらに、2005年8月22日には、 イスズ自動車との統合モデルとして、社名も新たにセレガにフルモデルチェンジした。これに伴い、イスズガーラもセレガと基本的に同一のモデルとなった。なお、ここでは、現在のセレガシリーズの前身である、ブルーリボン RU60、63系観光バス、日本初のスケルトンボディ観光バス RS 系、日の初の本格的な観光バスシリーズ RV 系、 高速バス専用モデル RA100K、RA900K についても紹介する。RA100PDS140 型水平対向12、気筒ディーゼルエンジン1963年、高速輸送時代の到来に合わせて発売。名神高速道路の開通に伴って、国鉄では、名神ハイウェイバスを運行することになり、日野は1960年に試作された。 RX10P を発展させた RA100P を開発した。エンジンは、路線車 RB10 の水平型6気筒 DS-80 を2台抱き合わせた水平対向12気筒16リッターの DS120 型 320PS で、当時の国内最高出力を誇った。全長12メートルの RA100P と11メートル級の RA120P が生産された。 ボディは、帝国自動車工業が、国鉄向けを製造したほか、近畿日本鉄道や日本高速自動車には、金沢産業製が納入された。他に、富士重工業製もある。RA900P 日の RA900P1969 年、東名ハイウェイバスの運行開始に際して国鉄は、バスストップから本線への合流時に散速。 時速 80km の加速性能を求め、RA900P にモデルチェンジした。エンジンは、RB の後継である路線車 REO をベースに、した、水平対向12気筒1 7ーの DS140 型 350PS に出力アップした。ボディは、帝国車体工業が担当し、車体デザインを一新した。ラジエーターが、 全面に取り付けられたスタイルが特徴である。当時、V12 型エンジンを採用した三菱車に比べ、客室のデッドスペースが小さく、夜行便のドリーム号用にも採用された。しかし、高価で燃費も悪いことなどから、RA900P は国鉄専用形式として1976年まで製造された。当時の高出力観光車としては、 路線系と共通車足の RC でことたりた。RC はターボ付けも用意され、RA を採用した事業者でも、一般の観光用には、こちらが主力であった。結果、RA は、時期尚早であったことは否めないが、V8 エンジン搭載の量産型観光バス RV-100P にこうした経験が反映されたことも事実である。引退後、RA900P のうち1台が、 つくば市の交通公園に保存されている。また、DS140 型エンジンは、東京、神田の交通博物館と日野自動車本社で保存しているが、前者は、閉館に伴い埼玉市の鉄道博物館へ移されて引き続き展示、保存。RV100P 帝国車体箱根登山、鉄道 RV100P1967 年。 日の初の直噴式 V8 エンジン EA100 型を搭載した RV100P が発売された。三菱不走の B900K に対抗したもので、リアアンダーエンジンの RC300K には、高出力のターボ仕様もあったが、無下級の方が扱いやすく、なおかつ高出力者を求めるニーズに対応したものである。ホイールベースは、 RC320 と同じ5.67メートル一種類のみ。順然前たる高速車で12メートルキューボディの RA 系に比べると、エンジン出力は重要で、車体も RC300 系と同じだったため、日野としては、純高速車の位置付けであった。水平シリンダーエンジンの RC や RA が、室内を広く使えるメリットがあったのに対し、 V 型縦置きエンジンの RV100 は、最後部に、ひときわ高いひな弾があり、居住性の面でも有利とは言い難かった。後面中央には、大型のラジエーターグリルが設けられ、2本の排気管が、特徴的でもあった。RV500P、700P 比の、RVRV531P 新壁観光1972年、パワーアップした。 赤いエンジンシリーズ EF300 型搭載の RV700K と EG100 型搭載の RV500K にモデルチェンジした。また、1973年にはターボ搭載で 350PS にパワーアップした RV700PTK もラインナップに加えられている。ホイールベースは5.67メートルに加えて6.5メートルが 登場し、12メートルフルサイズにも対応するようになった。同時に前ドア後ろから屋根に段差をつけたセミデッカーとさらに大型の明かり窓を装備したパノラマデッカーが登場した。前頭部を低くし、2列目もしくは3列目から屋根を高くしたタイプは当時の主流となり、段上げの先頭部にはテレビを設けたものもある。また、ラジエーターをオフセットして、 リアオーバーハングを短縮したことにより、最後部のひな段も小さくなり、室内有効長も長くなった。これによって、日野の観光バスシリーズは、RC から RV への移行が、決定的となってゆく。1977年に講述するスケルトン車、RS が登場するが、価格の高い RS が高級観光バスとして、 導入されたのに対し、一般観光型としては引き続き RV が継続生産される。事業者の中には保守的なところもあり、RS よりも RV を好む傾向も見られた。1978年には RS 同様出力アップを図った新シリーズに移行した。フルデッカーと日の独自の設定として、フルデッカーの車高を若干低くした。 ミドルデッカーが登場した。しかし、高級観光バスとして RS が登場したこともあり、同じ高級観光バスのフルデッカーを導入したのは一部のヘビーユーザーのみであまり普及しなかった。搭載エンジンは RV700K に EF350 型、RV500K に EF500 型を設定し、ホイールベースは5.7メートル、6.13メートル。 6.6メートルの3種類に拡大された。トランスミッションは、ワイドレシオの OD 付け5速と、高速走行の多いユーザー向けに OD 付け6速が選べた。ただし6速の方は、RC320PT と共通であったため、シフトパターン型メーカーと逆になっており、シフトミスが多かったという。ボディは、日野車体工業製のほか、事業者によっては、 西日本車体工業や富士重工業を採用した例もあった。このモデルでは、ボディは、日野、富士、西港のいずれも観光用タイプばかりでなく、路線用タイプを仮装することも可能であった。路線、貸切兼用及び、中距離都市間路線用として、この路線車用ボディを仮装した車両が製造された。 1979年の昭和54年、排出ガス規制以降は、形式の前に K マイナスがつき、RV700K は、形式末尾の数字が1から2に変更された。リアのエンジンルーバーがなくなるなど外観に小変化を施し、6速ミッション型メーカーと共通化されたほか、メータークラスタも RV731、531K の途中で変更。 タコメータもオプションで選べるようになった。しかし、1982年に RS シリーズと統合されて、スケルトンのブルーリーボム RU63LI63K に一本化され、RV シリーズは15年の歴史に幕を下ろした。同時に、日野のモノコック観光バスは、これが最後となった。スケルトン RSRS120、p コーチ交通費の、 スケルトン KRS360P 大川自動車日のスケルトン KRS340P 高知県交通費のスケルトン KRS340PE おてつ何をバス日のスケルトン KRS340P 熊本バス日のスケルトン RS120P RS 自家用バスカタログサンプル車とほぼ同様のカラーリングと内装1977年 国内初のスケルトンボディを採用した、日のスケルトン RS を発売した。従来のモノコック構造では、窓の大型化や軽量化などに限界があったが、これらのデメリットを克服し、またバリエーションの増大が進んでいた、デザイン面でも差別化がなされ、当時のバス業界に大きな衝撃を与えた。なお、同年には、大阪の観光バス会社、中央交通が、 ドイツのネオプランシティライナーを輸入し、輸入バスともども、スケルトンバスの時代が到来することになる。車体構造には、角型チューブによる、骨格構造が取り入れられ、モノコックでは、不可能だった窓の大型化やリベットの廃止による、滑らかな外反、両スイング式の乗降扉など、従来の国内観光バスのイメージを大きく変えた。昨日はこのために、 欧州ではすでに一般的であったスケルトンバスを1970年に輸入し、研究、開発を行った。最初に登場したのは、11メートル級、ホイールベース5.6メートルの RS120、P 型で、エンジンは、RV700 シリーズのエンジンを改良した V8、無可求の EF300 型を搭載、ワイドサスペンションの採用など、従来のバスよりも、 乗り心地や性能面での向上も図られた。第1号車は、高知県交通に納入され、メーカー塗装のまま活躍した。1978年には、RS120P 型を改良した新シリーズが、発売、RS シリーズも本格化する。12メートルホイールベース6.6メートルの、フルデッカーで、高出力エンジンを搭載した。 RS360P 型が登場した。エンジンは RV500 シリーズと共通の V8 無下級の EF500 型を搭載した。第1号車は奈良交通にサロンバスとして納入され、日野のデザイナーが提案したカラーデザインが導入の際に同社の貸切車のカラーとして採用され、現在に至るまで採用されている。1979年には、 RS100 シリーズと RS300 シリーズをそれぞれホイールベース2種に拡充した。低出力の RS100 シリーズは RS120P を RS121P に変更12メートル級の RS161P が新規に追加された。一方、RS300 シリーズは RS360P の11メートル級タイプとして RS320P が追加された。昭和54年排出ガス規制適合により、識別記号 K- が追加される。1981年には、中間サイズの11.5メートル級の KRS141P、KRS340P も追加されている。車体もより角張ったデザインになっている。なお、 前頭部の窓をモノコック車にあったような上部で斜めカットにしたフルデッカツ型もラインナップされたが導入例は少ない。多くの観光バス事業者に注目されたが価格の高さもあって RS は各社ともサロンカーや固定窓を採用した高級観光バス用として導入されることが多かった。このため一般観光タイプとしては引き続きモノコックの RV が生産された。また、子会社に西日本車体工業を持つ西日本鉄道は西港の車体をスケルトン化するための参考として導入した。当時は紐車を入れていなかった阪急バスでも導入実績がある。それほど RS シリーズがバス業界に与えた印象が強かったのである。他のメーカーも RS の登場に刺激され、モノコック構造ながら、リベットレス化を図るなど、改良を進めた。そして、1982年には、三菱自動車工業が、初代エアロバスを発売し、リベットレス、スケルトンへの流れが、決定的になっていった。日のも同年、RV を RS と統合し、ブルーリボン RU60、63に移行する。RS は、 スタイルの良さも手伝って、全国的に導入されていったが、保守的な一部のバス事業者には RS に興味を示さず、併売された RV を増備するケースもあった。南九州では、鹿児島交通と林田産業交通が共同出資で設立した鹿児島空港リムジンを中心に、KRS340P を積極的に導入していたが、 林県の宮崎交通は引き続き RV731P、KRV732P を導入しており、青森県の広南バスなどでも、フルデッカーの RV が継続して導入されていた。ブルーリボン RU では、RS で課題とされた、パワー不足や、軽量化のためスケルトンボディを採用したにもかかわらず、逆に、 重量増を招いたことの反省から大幅に商品力を高めた。RS は2000年代に入って経年による廃車が相次ぎ、現存する車両はかなり少ないと見られる。スケルトンボディは従来のモノコックボディと異なり、強度を外反ではなく骨格で保つ方式で、トランクや窓などの開口部を大きくすることが可能である。 しかし、ボディ剛性はやや劣る欠点があり、経年劣化で、きしみの目立つ車両もある。特に汎用化し切り車や、中長距離都市間路線、空港リムジンバスに使用されたものはその傾向が、顕著なようである。1982年、それまでの RV と RS、K、を統合し、 スケルトンボディの RU60-63 系観光バスが登場する。この RU60-63 系観光バスと同時に、スケルトンボディとなった路線バスの名称にブルーリボンが与えられ、日野のバスにブルーリボンの名称が復活する。この RU60-63 系観光バスは、HT 風景路線バスと区別するため、ブルーリボン RU60。 63K と呼ばれることもある。当初フルデッカとミドルデッカスタンダードの3種類が用意された。また RS 同様フルデッカ2型もラインナップされたが導入例は少ない。フルデッカは他社のハイデッカーに相当する車種である。基本設計が RS 系と同じであるため窓の大きさが若干大きくなった程度で見た目の変更点は少ない。また、 RS では重量に対してパワー不足が指摘されたので、エンジンは新たに 16,260CEC の EF550 と1 6 7 4 5 c c の EF750 がそれぞれ搭載された。また、運転席のインストルメントパネルも一新された。1984年に昭和58年排出ガス規制対応でエンジンを 規制に適合させているが、外観の変化はごくわずかである。形式は、エンジンとホイールベースによって決まり、以下のようになる。昭和58年ハイガス規制適合車は、蒸気の識別記号が P、P マイナスとなる。なお、日の車体のほか富士中西高ボディでも製造された。ブルーリボンミドルデッカ PRU638。 BA30 交通1985年、昭和60年騒音規制対応と、多様化するニーズに応えるべくフルモデルチェンジ並みの大幅な改良を受ける。ボディスタイルは初期型が RS の流れを組む直線基調だったのに対し、フロントウィンドがやや寝かされ、全体に丸みを帯びた、三菱不走、エアロバスの影響を受けたスタイルになった。また、 全輪独立喧嘩サスペンション車が追加され、ブレーキが従来のフルエア式から空気油圧複合式に変更された。車種は標準床が廃止され、従来からのミドルデッカ、フルデッカ以外に新たにスーパーミドルデッカとグランデッカが設定された。エンジンは EF550 と EF750 がそのまま搭載されている。 ブルーリボンスーパーミドルデッカ PRU636BB 名版、近鉄バス形式は前期形と同じだが、PRU638BB と末尾が変化している。なお、前輪車軸喧嘩式は PRU638BA となる。製造実績が極めて少ないフルエアブレーキ車は PRU638CB となる。 ブルーリボン運転席、ミドルデッカは最も車高の低い車種で、車内にホイールハウス張り出しが残るなど、実質的には標準床に近い。サスペンションは前輪車軸喧嘩式で、エンジンは EF550 搭載車が多く、EF750 搭載車は少ない。ただし、若干前輪独立喧嘩式も見られる。スーパーミドルデッカは日の独特の車種で、 全輪独立喧嘩式となる。エンジンはミドルデッカとは異なり EF750 搭載車が多く EF550 搭載車は少ない。このモデルにおいて主に紙コーチに乗り入れに用いられる11メートル車が多数見られる。フルデッカは他社のハイデッカーに相当する車種である。エンジンは基本的に EF750 搭載車のみと思われる。 また車体長は12メートル車が多いが、11.5メートル車も、ある。ブルーリボンフルデッカ PRU638BB 名ン、近鉄バスグランシリーズは、他社のスーパーハイデッカーに相当する車種である。すべてエンジンが EF750 搭載車で、全長12メートル車である。1988年には、スイング式の上高扉に一枚窓風のより、 曲線的なデザインとしたものが追加された。1990年にブルーリボン RU60-63K の観光バスシリーズは、セレガにモデルチェンジする形で生産終了し、ブルーリボンは、以後路線バス専用の名称となる。セレガシリーズに順次、ミドルデッカを FM、スーパーミドルデッカを FS、フルデッカを FD、グランデッカを GD、 グランジェットを、グッジョブ、グランシアターを GT と呼ぶ場合が多い。なお、日野車体のほか富士、西高ボディでも製造された。1986年に追加された大型2.5メートル幅の9メートル、観光バス。日野、セレガ FC を参照。グランビューピーライ 638AA を当て、 県北自動車グランビュー P 第 638AA 近畿日本鉄道グランビュー P 第 638AA との観光1983年の東京モーターショーで試作車を発表1985年1月に発売された市販価格は4950万円形式は P 第 638AA 日野自動車としては 初となる本格的量産型2階建て観光バスである。日野製の2階建てバスは過去の実績として1960年代以降近畿日本鉄道に納入したビスタコーチがあるが近鉄の特注により日野製車足を使用し近畿車両が車体を仮装したもので試作的要素が強かった。グランビューの車体デザインは 従来のスケルトン r s 系から脱し、大型の角型ライト2個にフォグランプを配したデザインで、これは、後のセレガー RU60、63バイト系の、モデルチェンジ時に、同じデザインが採用されている。構造は、シャーシ部分から完全にスケルトン化し、エンジンは、e、EF750T 型ツインターボ付き V 型8、気筒エンジンで、フィンガーコントロールの、FF シフトを、 初めて採用。前輪には、日野では、初となる独立喧嘩を採用し、前輪ディスクブレーキ、ホイト製流体式リターダを採用するなど、意欲的な作りであった。またグランビューは、日野の大型バスとしては、唯一の三軸車でもあった。なお、一階部分のないタイプもカタログ上には、設定されていたが、製造、販売実績はない。 市販第1号車はこれまでの実績から近畿日本鉄道に納入され、近鉄特急の看板車両と同じビスタカーの愛称を得た。塗装デザインもメーカーが用意したものをそのまま採用し、後スーパーハイデッカー車にも波及している。近鉄が購入した車両は後に天領バスの所有となり、同車で除籍後は日野自動車へ里帰りし、日野オートプラザで保存。 展示されている。市販2.3号車は、奈良交通に納入され、他に道南バスが3台、北海道中央バス、阿寒バス、岩手県北自動車、栃木観光自動車、大阪市交通局、長崎自動車などが1台ずつ導入した。後にほとんどが売却され、他の事業者などに渡った。しかし、2階建てバスは1980年代前半の、 ブーム時に輸入車で、ほとんど一巡したことに加え、1985年から1986年には2階建てバスによる、事故が多発したことなどで、イメージが悪化。さらに、全高3.8メートルに制限される、日本国内では居住制も犠牲になるため、以後は、2階建てバスとも呼ばれた、スーパーハイデッカーに主力が移り、1990年に、 生産を中止した。この5年間の累計販売台数はわずか13台で、とても開発コストに見合うものではなかった。1990年代以降は、三菱不走エアロキングなどの2階建てバスは収容力の高さを活かし、高速バスで使用されたが、日の自動車が再び参入することはなかった。2005年には最後まで残った三菱不装も生産中止。 2008年に生産再開したものの2010年には生産終了した。2021年現在、日本で2階建てバスを生産しているメーカーは存在しない。一般型は1990から2005年、HIMR ハイブリッドは1997から2007年製造。セレガ FDURU3 回 TBB 名販。 近鉄バス初代セレガの運転席初代セレガは1990年7月、ブルーリーボム RU60、63バイト系の後継モデルとして登場した。セレガとは、新しい車種のデザイン方針である、セクシーエレガントをそのまま車種名とし、従来モデルに比べて、フラッシュサーフェス化と、柔らかな全面造形を与えられた車体が仮装されている。 スケルトン RS 以来のフルモデルチェンジとなり、車体の外観は一新されたが、構造面では、ブルーリボン RU60、63バイト系と、共通の部分が多い。キャッチコピーは、ドラマチックメディアで、バスとしては、異例のテレビ CM を放送した。車種構成はほぼ、ブルーリボン RU60 から63バイト系を、踏襲して、次の通りとなった。 セレガ GTURU3 フタブ、海輪レーバス形式は、エンジンとホイールベースによって決まり、以下のようになる。エンジンは、平成元年排出ガス規制に適合した、F17D 型、F17E、F20C 型の3種類が設定されている。各車種におけるエンジン設定は、FM は低出力の F17D 型のみ、FS は低出力の F17D 型と、 標準出力の F17E 型 FD と GD グッドジョブ GT は標準出力の F17E 型と高出力の F20C 型の設定である。なお1992年には F20C 型エンジンの出力が 380PS に引き上げられ高出力11.5メートル車の設定がなくなった。高出力エンジンのシャーシが3回。 標準出力のシャーシが2回、低出力エンジンのシャーシが1回となり、これにホイールベースの長さで3種類に分かれている。サスペンションは、FM を除き前輪独立喧嘩、後輪車軸喧嘩方式のエアサスペンションで、電子制御フレキシブルショックアブソーバーが、オプション設定されている。形式は、エアオーバーブレーキ車が、URU3 フタブ、フルエアブレーキ車は、 URU3 回 TBB となる。トランスミッションは6速マニュアルでロッド式パワーシフトと FF シフトが用意されている。エンジンワンキー操作が標準設定された。全モデルのブルーリボングランデッカのエンジンがスーパーハイデッカとしては 330PS と出力不足だったこともあり、当時路線解説が相次いだ。 夜行高速バスでのシェアが 355PS のエンジンを搭載したエアロクイン M に対して劣勢だった。そのため、セレガにおいては当時の二軸観光バスとしては最高出力である 370PS のエンジンを搭載した。これが後に他のメーカーとの間で観光バスのパワーウォーズを引き起こし、数年後には 400PS を超えるエンジンを搭載する。 バスを各社が発売することになる。内装も従来のモデルには見られなかった豪華仕様となった。エアコンは室内の4箇所で、きめ細かい温度、風量設定を変えられる仕様としたほか、スピーカーの音質向上を図るとともに見栄えを良く、するためだけにダミーのスピーカーも配置された。特に、1990年の発売直後に GD Good Job には、 夜行高速専用として、インターシティが追加された。これは三列独立座席、床下トイレ、仮眠室などの装備を一通り揃えたもので、従来では、シートピッチなどで座席により当たり外れが大きかった夜行バスの居住性を改善し、事業者にとっても購入しやすい仕様として提案された。ネガキから近畿日本鉄道、西東京バスなどを川切りに採用された。 なお、グッジョブのインターシティ仕様の導入は、中央観光バスに導入された、ジパングプライオリティが、唯一例である。1994年1月には、マイナーチェンジが実施された。12メートル車は、ンゾ像に対応するため軸重配分の見直しと、それに伴うホイールベースの短縮と、フロントオーバーハングの延長、フルトラスフレームの採用、など、車体構造が、 大幅に変更された。従来の車体がブルーリボン RU60、63バイト系の外観を変えただけに近かったのに対して大幅に手が入れられた。外観はホイールベースの変更以外に大きな変化はない。形式はエンジンとホイールベースによって決まり以下のようになる。エンジンは F20C 型の出力が 400PS までにアップされ、 前年にモデルチェンジした、ニューエアロバスエアロクイーンと肩を並べた。なお FM においては、ホイールベースの短縮は行われず、外観の変化は少ない。また、GD グッジョブの標準出力の F17E 型、エンジン搭載車が廃止となっており、エンジンは、高出力の F24E 型に統一されている。シアターシートの GT はこのマイナーチェンジで廃止された。なお、 日の車体のほか、富士重・西高ボディでも製造された。セレガグジョブ KCRU4 階 SCBB 北バス1995年からは、平成6年排出ガス規制に適合し、マイナーチェンジが行われた。標準出力エンジンは、従来高出力エンジンだった F20C 型をデチューンして、燃料噴射量を絞り出力を 400PS から355。 PS2 落としハイガス規制に適合させ、高出力エンジンは、当時の国産バス最強の 430PS を、発揮する新型の F21C 型を搭載、流体式リターダに加えて新たに補助エンジンブレーキ、日のエンジンリターダのオプション設定が行われた。車体の変化は、後部エンジンリッドの形状変更、後部微灯間のリアガーニッシュの色が、 赤からシルバーに変更されるなど目立ったものは少なく、運転席のインパネが、ブルーリーボム RU60、63バイト系と、共通のものから、スーパードルフィンプロフィアに似たラウンド型となり、エンジン回転系を左側に配し、右側の速度系と同じ大きさにした、乗用車感覚のレイアウトになった。また前回のマイナーチェンジで、ホイールベースに変化がなかった FS が、 ホイールベースを短縮され、他のモデルと同じホイールベースとなった。FD と FS は、外見では、給油口の位置や、ホイールアーチ形状で識別でき、G シリーズ同様に給油口が、前輪の前にあり、かつ G シリーズ同様に、ホイールアーチの形状が、半円形の車両が、FD、給油口が、ホイールベース間にあり、ホイールアーチの形状が、台形の車両が FS である。 形式は、エアオーバーブレーキ車が、KCRU4 回 SCB に、フルエアブレーキ車が、KCRU4 回 SDB に変更された。また、全長 1990mm 車と、最も背の低く前輪車軸喧嘩の FM が、廃止された。1998年12月に、FD に装備を、簡略化し、 低価格としたスタンダード観光が追加されたほか、運転席に3点式、シートベルトを標準装備し、運転席及び客席についても改良している。なお、日野車体工業のほか、富士重、西港ボディでも製造されたが、富士重工業は1998年に、日野自動車向けのバス車体の仮装を中止した。セレガ RGD キロリットル RU1FC。 関東自動車セレガ FD とセレガ RFS のフロント対比セレガ R の運転席セレガ R は2000年夏からおよそ5年間にわたり発売された初代セレガシリーズのマイナーチェンジ車種である。愛称はセレガ R。平成11年排出ガス規制と中期安全ブレーキ規制に適合、ボディ強度の向上やホイールパーク式駐車ブレーキ、 集中故障診断システムの採用など一段と信頼性の高いシリーズへと進化を遂げている。基本的なスタイリングはマイナーチェンジ前と大きく変わらないがヘッドライト周りがメンテナンス性を向上させた設計になり前面の印象がより精巧なものへと変化している。またコンビネーションランプの形状も変更された。エンジンは 国産に軸バス最高レベルの出力を持つ 331kW の F17D、F4 型ツインターボインタークーラー付けエンジンを搭載したモデルが GD Good Job FD に設定された。排ガス規制が厳しくなることからエンジンはコモンレール式燃料噴射システムや排気、再循環システムを搭載、その上で性能を確保し、黒煙の発生も抑えた。 また、ターボエンジン車は、非能エンジンリターダに変えて、永久磁石式リターダを搭載、坂道発進補助装置、ES スタート、ディスチャージヘッドライト、電動格納式ミラー、客席第一列への三点式、シートベルトの装備などの安全装備も充実させた。ミッションは引き続き 6MT だが、このモデルより、FF シフトのみの設定となり、ロッド式は廃止された。 形式は、キロリットル RU4FC に変更された。車高は、G シリーズ並びに、FD に関しては、マイナーチェンジ前と変わらないが、FS は車 3,、mm、車高 3235mm から、U マイナス車で廃止となった FM よりも低い車高 3120mm となった。メーカー標準で、従業員送迎、観光、空港連絡路線。 高速路線仕様を用意し、またリフト付け観光仕様も2002年に追加され、幅広いニーズに応えている。なお、日の車体のほか、西高ボディでも製造された。セレガイ 1IMRKCRU に、PPCR 日川電機、軌道セレガイ 1IMR は、路線バスのブルーリボンに設定されていた。 HIMR の高出力バージョンとして開発されたもので FS の全長11.5メートル車に設定されて1997年12月に発売。形式は KC-RU2PPC-R となった。エンジンはターボ付きの P11C 型を 228kW にチューン、動力アシストとエネルギー吸収用に参照、交流誘導機が組み合わされる。 床下ホイールベース間の前よりに、ハイブリッド機構用のバッテリーや制御装置が収められているため、外観はサブエンジンエアコン搭載車のように見えるが、エンジン直結式のインテグレーテッドゾーンエアコンが装備されている。セレガー RHIMRHMRU2 パー、松本電気鉄道2003年には、マイナーチェンジが行われ、全面が、 セレガー R マスクに変更となり、名称もセレガー RHIMR に解消、形式は HMRU にパー、PPFR に改められた。エンジン直結式冷房のインテグレーテッドゾーンエアコンが一般的な直結エアコンに変更され、これにより屋根状にエバポレーターが搭載された。 2005年1月には新長期規制に対応するため、セレガー RHIMR をマイナーチェンジして、セレガー R ハイブリッドを発売、形式は VMRU にパー、PPFR に改められた。ハイブリッド機構の基本的な構成は変わらないが、バッテリーは鉛蓄電池に変えて、 トヨタプリウスと共通のニッケル水素電池を採用、エアコンは引き続き直結式を採用する。関東8都県市指定抵抗会社、両、認定者。2006年までの間にセ、セレガ HIMR セレガ RHIMR79 台、セレガ R ハイブリッド7台、計86台が生産された。松本電気鉄道、納品乗り合い自動車、立山開発鉄道。 朝日川電気軌道、シャリバス、長崎県交通局、日光交通など、主に山岳地の路線バス向けや、観光地のシャトルバス向けに導入された車両が多い。2005年8月22日、日野と伊子図の統合モデルとして、平成17年排出ガス規制適合に合わせた、フルモデルチェンジを実施、名称もセレガに戻り、新たな一歩を踏み出した。製造拠点は、 日野自動車とイスズ自動車との合弁会社である J バスのうち旧日野車体工業を引き継いだ小松事業所にて行われている小松事業所ではフルディップ式カチオ温電気塗装を行った上でシャーシ部分と結合するポンのせ方式で組み立てられており防錆性能と品質の向上を図っているこのモデルはイスズ自動車向けも含め日野が一括して 開発を担当したもので、スタイルは全体的にヨーロッパの観光バスのイメージに近くなった。車体のデザインは日のと椅子ずでは細部を変えてある。特にアクセントピラーと呼ばれる第2から3柱間に設けられた曲線を描くピラーを設けたことが目立つ。このピラーはデザイン上のものであり構造面では関係しない。 二代目セレガとガーラの後部イスズガーラとの外観での相違点はデザイン上の大きな特徴でもあるアクセントピーラーがガーラには装備されないこと。前面ではセレガは社名表示または行き先表示用アンドンの下部にあるくぼみが2本のラインになっているのに対しガーラは6分割のくぼみを入れている。これは五大陸と日本をモチーフにした。 六キューブと呼ばれるもので、イスズの小型トラックエルフのイメージに近づけたものである。また、セレガでは、仙台のイメージを引き継ぐべく、LED のオーナメントランプが取り付けられるが、ガーラには装備されない。背面では、ガーラ観光仕様のみ、仙台の特徴であった二分割の小窓を採用している。ただし、ガーラ高速路線仕様は、行き先表示器搭載の関係で、 セレガと同じ左右一体窓のため、見分けがつきにくくなっている。ただし、蒸気は、大まかな判別方法であり、ガーラとの見分け方は、エアバッグ、電子制御サスペンション以上二つのステッカーがあるかが、手がかりとなるケースが多いが、それすら撤去している事業者も多いので注意を要する。ラインナップは、仙台では GD に相当する、スーパーハイデッカと FD に相当する。 ハイデッカの2タイプとなり、仙台では FS に相当する高床、通径、グッジョブに相当する低運転台タイプは廃止された。また、西日本車体工業へのボディ仮装も取り留めとなっている。遅れて、仙台の FC に相当する9メートルタイプ、ハイデッカショートが2006年2月20日に発売された。同時に、夜間都市間用三列独立シート仕様が、 ハイデッカ12メートル及びスーパーハイデッカに追加された。バリエーションはスーパーハイデッカが観光用とインターシティがある。ハイデッカ12メートルは観光系はスーパーハイデッカに順次、都市間路線用はトイレ付け、なしとインターシティが用意されている。直結式エアコンの標準採用のため、空港リムジン仕様は都市間路線用に集約された。 9メートルハイデッカは観光用のみである。観光用では定員を確保できる12列仕様でなおかつサロンとしても使えるスライドサロンを用意するなど時代に即した展開を行っている。また低価格モデルとしてセレガではリミテッドエディションがガーラでは HDVP が12メートルハイデッカに観光系2種類。 都市間路線用一種類がそれぞれ用意されている。客室は蛍光灯が荷物棚の下のみに設置され、新たに天井照明が赤色 LED ファイバー式となり、モジュール化した局面を描く独特の照明デザインとなっている。ただし観光用と都市間路線用で照明方式が異なり、標準で観光用は間接照明。 都市間路線用は直接照明となっている。また、リミテッドエディションでは、荷物棚照明のみとなる。また、客席と通路の間には段差を設けないでフラットに、するなど、車内同時の安全性にも配慮している。客席は観光用に3グレードが用意され、顧客はこれら標準仕様から選ぶ方式である。標準仕様の客席のカラーバリエーションには、 セレガガーラ共通仕様の色やセレガガーラそれぞれの専用色もある。また、1列目にセレガール同様3点式シートベルトを装備している。夜行都市間仕様のインターシティには3列独立シートが用意され、床下トイレ及び仮眠室が設けられる。床下トイレは真空式汚物処理装置が採用され、仮眠室の窓は 開閉可能なタイプが用意される。新たにハイデッカも用意され、コストを抑えるもしくは、車高の高い車両が通行できない路線を持つ場合には、有効である。性能面では、セレガとガーラは、基本的に共通であるが、電子制御サスペンションは、セレガでは、オプション設定となるのに対し、ガーラでは低価格モデルである HDVP を除き、 標準装備となる点、エアバッグが、セレガでは、オプション、ガーラは、標準装備となっている点が異なる。また、両者のリアコンビネーションランプは、通常は一体型が採用される、テールランプとブレーキランプがそれぞれ独立しており、これは、日本製の大型観光バスとしては、唯一の例である。円形のランプが左右で3つずつ縦に並んでおり、上から、ウィンカー、 テールランプ、ブレーキランプとして点灯する。バックアップランプ及びリアフォグランプは、リアバンパーに組み込まれる。全モデルで、直結式エアコンを標準採用し、従来からのサブエンジン式エアコンは廃止された。その関係で、コンデンサーは、屋根状配置となり、全高はハイデッカーで3.5メートルと従来の、スーパーハイデッカー並み、スーパーハイデッカーは3.75メートルと、 ダブルデッカー並みに高くなり、一部のバスターミナルを利用する事業者では SHD が入線できず、HD を選択するケースがある。荷物室の容積は、床下のエアコンユニットがなくなった分を大幅に拡大しており、HD では3スパン合計で8.6立方メートルと従来の SHD サブエンジン車、相当、SHD では10.2立方メートルを確保している。 インターシティの場合は、仮眠室、トイレを挟んで、前後に、トランクが確保できている。空調機器は、全車伝送制。新型セレガが、業界に与えたインパクトは大きく、従来は三菱不創性が基本だった、KM 観光バスや低山観光バスなど、日野車に、馴染みがないユーザーの獲得にも成功している。2005年10月に、グッドデザイン賞を受賞している。 セレガ SHD アドグ RU1 エッサー安全、A ク交通2005年8月22日にフルモデルチェンジを実施し、スーパーハイデッカとハイデッカが発売された。エンジンはプロフィアにも搭載される E13C 型に、またエアコンはメインエンジン直結型のみの設定となった。新型ボディや直結式エアコンへの変更、新開発インタークーラーターボエンジン搭載などの 結果、燃費性能や静粛性も大幅に向上した。ハイデッカショートは、エンジンは、e、J08E、J86 型を採用する。トランスミッションは、電気エア駆動の FF、フェザータッチフィンガーコントラルシフトを採用する。補助ブレーキは、日のエンジンリターだが、標準装備、オプションで、永久磁石式リターだが設定されている。 セレガ SHD、インターシティアドグ RU1SR 高知県、交通 SHD、インターシティの市販第1号車2006年2月20日、9メートルタイプのハイデッカショートが発売された。エンジンは J、e、J08E、J86 型を搭載する。また、スーパーハイデッカとハイデッカに、車椅子対応のリフト付き仕様と、インターシティが追加された。 セレガ 1DSBDG-RU8 条札幌観光バス2006年6月21日、スーパーハイデッカとハイデッカが、PKG-RU1EK、e、となった。エンジンは、e、E13C 型をベースに、平成27年重量車燃費基準と PM のみ10%低減を、両立したものに改良した。その他、変速機や外観などにおいても、際は、ほとんどなく、 低排出ガス重量車という青色のステッカーと燃費基準達成車という緑色のステッカーが貼り付けてあればこのモデルであると識別可能である。2007年1月18日ハイデッカショートが BDG-RU8JK となった。エンジンは J08E、J86 型をベースに NOXPM のみ10%低減したものに改良した。 その他、変速器や外観などにおいてもさえは、ほとんどなく、低排出ガス重量車という青色のステッカーが貼り付けてあれば、このモデルであると識別可能である。セレガ 1D、LKG-RU1 エズバ原町旅行2010年7月13日に、マイナーチェンジを行い、スーパーハイデッカ・ハイデッカは、l k g r u 1 e 系に形式が変更されると同時に、 平成21年度排出ガス規制に適合したほか、引き続き、平成27年重量車燃費基準も達成した。ハイデッカ賞とは、GVW12 トン庁舎が LD、LDG-RU8JK に形式が、変更されると同時に、平成21年度排出ガス規制に適合し、また、GVW12 トン以下舎は SD、SDG-RU8JK に形式が、 変更されると同時に、平成22年度排出ガス規制に適合した。また、搭載エンジンについても、スーパーハイデッカ・ハイデッカは従来バス専用に、トルク特性などがチューニングされていた ETX、および ETXC の E13C 型から、プロフィアと全く同じ ET6 および ETI に換装され、最高出力は抑えても、低回転域トルク重視型に変更され、 さらなる経済走行志向に変わっている。排出ガス浄化装置には、プロフィアに次、DPR と、尿素、SCR システムを併用するシステムを採用した。ハイデッカショートの搭載エンジンは、J86 型の J08E 型から、J88 に換装されると同時に、DPR が改良された。また、前者の排出ガス浄化装置に、クリーンディーゼルシステム、 エアー・ループを採用した。これに合わせて、トランスミッションも改良された。衝突被害軽減ブレーキスキャニングクルーズ2、ニューセーフティアイが、全車標準装備となったために、フロントにミリ波レーダー照射装置が取り付けられており、さらにスーパーハイデッカ・ハイデッカでは、後輪とルーバーの間に、尿素水注入口もあるため、この点で、見分けがつく。また、リアスポイラーが、 形状変更並びに小型化され、ヘッドランプが、プロジェクター式から、マルチリフレクター式に、フロントナンバー上のメッキパーツの形状変更などの、改良も同時に行われている。また、この台より、ホイールが、i ス規格から、ISO 規格に改められた。セレガ 1DQRGRU1ASCA 茨城、交通2012年5月10日に、 シリーズ全体のマイナーチェンジを行い、360PS エンジン搭載車は ETI からプロフィアと全く同じ重量車モード燃費値が重量車、燃費基準値より10%以上向上しなおかつ、小型化された LAQC、a t と型エンジンに換装されるとともに、同 LAQC 型エンジン搭載車には FF シフト7速 MT が標準装備となった。 形式も従来の ET-6 エンジン搭載車は、QPG-RU1E 系に変更されたほか、A09C エンジン搭載車は、QRG-RU1A 系となった。また、全車に VSC を標準装備し、安全性能を向上し、また2012年7月施行のシート並びに、シートベルトに関する保安基準に適合した。また、 廉価版のリミテッドエディションは従来までオプション装備であったリアスポイラーとアルミホイールが今回から標準装備となったほか ET-6 エンジン搭載車が追加された。なお、ハイデッカショートの形式の変更はない。セレガイ1 d q r g r u 1エ s バイワテ県北自動車2014年4月1日にマイナーチェンジを実施し ET 6エンジン搭載車は、AAQC エンジン搭載車同様に、重量車モード燃費値が重量車燃費基準値より10%以上向上し、平成27年度燃費基準値プラス10%達成者となり、形式も QRGRU1EK に変更された。ET6 エンジン搭載車と AAQC エンジン搭載車は、 燃料添加弁を追加したことで DPR クリーナーが改良された。同日にマイナーチェンジが行われた。プロフィア同様に安全装備に関する改良が行われ、プリクラッシュセーフティの先行者に対する追突回避支援機能を追加し2014年11月から適用される衝突被害軽減ブレーキの新基準に適合したほか、2015年8月から 適用される、車線逸脱警報装置の新基準に伴う、車線逸脱警報装置の標準装備下、ドライバーモニター、平眼や顔の向きを検知して、警報の標準装備下が図られた。なお、A09C エンジン搭載車並びに、ハイデッカショートの形式の変更はない。2015年2月20日付で制定され、2015年4月登録分より、適用開始。 a a 級 c エンジン搭載モデルのみ、2017年6月6日に平成28年排出ガス規制に適合したマイナーチェンジを発表し、7月3日より発売された。今回のマイナーチェンジでは PCS の改良が行われ、停止車両や歩行者に対しても衝突回避を支援する機能が追加された。スーパーハイデッカとハイデッカは、 E13C エンジン搭載車は平成27年度重量車燃費基準プラス10%を A09C エンジン搭載車は平成27年度重量車燃費基準プラス15%をそれぞれ達成した。トランスミッションは FF シフトのままで変更はない。ハイデッカショートは搭載エンジンが J08E 型からレンジャーに搭載される直列4。 気筒2段下級ターボの A05CTC、A53 型に変更され、排気量が減少。2017年5月にフルモデルチェンジされた、プロフィアと同様にセレクターが、ダイヤル式の7速 AMT シフト7を採用し、GVW12 トン以下車は、平成27年度重量車燃費基準を達成した。メーターは7インチの液晶を排した新型に、 変更された。ステアリングホイールも4本に変更され、ステアリングスイッチを装備する。非常点滅スイッチは、コラムスイッチから専用の押しボタンに変更された。室内灯や、車腹灯も LED に変更された。通信により、車両情報を日野に送る ICT サービス機能を装備している。スーパーハイデッカとハイデッカは、2017年12月以降、 ヒノが開発を担当するバス車両で唯一のマニュアルトランスミッション車となった。2018年6月28日にマイナーチェンジを発表。今回のマイナーチェンジではスーパーハイデッカ・ハイデッカにもセレクターがダイヤル式の AMT シフト搭載車を設定。ただし、ハイデッカ・リミテッド・エディションは プロシフトの設定はなく、従来通り FF シフトのみの設定となる。安全装備に関する充実も図られ、ドライバーに異常が発生した場合に、非常ボタンを押して、車両を停止させるドライバー異常事態をシステム、可変式、スピードリミッターを標準装備したほか、全客席、エルル付け3点式、シートベルトおよび客席シートベルト警告等をオプション設定した。 2019年6月14日にマイナーチェンジを発表。今回のマイナーチェンジでは、ドライバーモニターは位置を変更し、プロフィアとレンジャーと同様にサングラスやマスク着用時並びに、運転姿勢が崩れた際にも検知するなどの精度向上が図られて、ドライバーモニター2となった。ドライバー異常時対応システムも改良され、ドライバーモニター2と、 車線逸脱警報で、ドライバーの状況をモニタリングし、ドライバーの状態で車両を AI により、自動停止させる機能が追加された。オートマチックハイビームを標準装備したほか、スーパーハイデッカ・ハイデッカのプロ、シフト搭載車には渋滞水従機能を追加した、スキャニングクルーズ3を標準装備した。FF シフト搭載車並びに、ハイデッカショートにはこれまで、 同リスキャニングクルーズ2が装備される。また、2019年9月1日から搭載が義務化される、車載式故障診断装置にも対応している。BJG-RU1AK、セレガハイブリッド BJG-RU1 アスサは、と、バス2008年5月13日に、セレガハイブリッドを発売した。ハイブリッドモデルは、 通常のディーゼルモデルが2005年にフルモデルチェンジした後もしばらく先代モデルであるセレガ RFS で生産が続けられていたが2007年に生産中止となっていた2008年のモデルチェンジでは車体や足回りなどの基本的な部分はセレガ HD と同一となりサイズもハイデッカー12メートルとなった形式は BJG RU1 安さで 新車価格は4180万円。ハイブリッド機構は従来と同じパラレル式のマイルドハイブリッドを採用。新たにバッテリーインバーター等のユニットをパッケージ化したピークを採用し、前輪直後の床下荷物室1スパンをこのユニットのスペースとしているため、床下荷物室の容積は2スパンで5.8立方メートルに縮小されている。 ユニット搭載部の車体左側面には、細い通気口が設けられており、外観上の数少ない識別点となっている。また、運転席には、インパネの右側に、ピーク関係のケーキが設置されている。エンジンは参照交流誘導電動機併用の A09-C-1M、AT6 型で、通常ディーゼルモデルの E13C 型よりも、小型化されている。 最高出力は2 5 7キロワット、最大トルクは 1569Nm になり、従来のセレガハイブリッド HIMR が搭載していた P11C 型より小排気量化されたにもかかわらず出力が2 9ワットトルクが 471Nm 向上した。パラレル式ハイブリッド機構と DPR の併用によって、平成27年度燃費基準。 平成17年排出ガス規制の規制値に対しては、NOX と PM の排出量を10%以上低減させた。また、低排出ガス重量車の精度にも適合したことにより、識別記号は BJG- となった。なお、イスズガーラには、ハイブリッドは設定されていない。タイヤは、ディーゼル車の295、8 0 r 二点五に対し、 ディーゼル車でオプション設定されている 12R22.5 から 16PR を装着しているためディーゼル車のハイデッカよりも車高が高くなっている。これは参照交流誘導電動機と路面との干渉を防止することも兼ねている。ディーゼル車のハイデッカではアルミホイールはオプションであるがハイブリッドに関してはアルコア製アルミホイールが標準装備となっており 住友金属製およびトピー工業製もオプション設定されている。また、ドアは折りドア設定されず、スイングドアのみの設定。2008年6月には、とバスが定期観光用に4台を導入。2009年7月には、ツアーバス大手のウィラートラベルにも導入され、ビジネスクラスバスとして東京大阪間のツアーバスに使用されている。 ハイブリッド車の長距離、ツアーバスへの導入は、同社が初であるという。同年8月には、松本電気鉄道が、中央高速バス新宿松本線に2台を導入。同年11月には、道南バスが、室蘭札幌線に導入。さらに同年12月には、JR 東海バスが2台を導入し、東名ハイウェイバスを中心に運行するなど、 都市間高速バスへの導入も進んでいる。また、国土交通省の次世代自動車導入加速モデル事業として、広島市が選ばれたことにより、広島市発着便に充当すべく、2010年2月25日の美北交通を皮切りに、広島電鉄、芸用バスや、広島県外の日の丸自動車、日本交通が、広島行の高速バスメリーバード号に充当している。 2010年に生産終了。LJG-RU1AK セレガハイブリッド LJG-RU1 アスブは、と、バス2011年10月4日にマイナーチェンジを、行うと同時にハイブリッドモデルが約1年ぶりに、復活した。形式も LJG-RU1 アスブとなり、平成21年度排出ガス規制に適合した。エンジンは a、a a c 1 m AT6 型と変更はないものの、最高出力も前モデルの 257kW から 265kW にアップされたと同時にハイブリッドシステムも改良された。その他、今回より、AAQC-1M、AT6 型も、尿素、SCR が採用された。上記 BJGRU1AK と、同様、アルコア製、アルミホイールが、 標準装備となっており、住友金属製および、トピー工業製もオプション設定されている。また、ドアは、折りドア設定されず、スイング扉のみの設定。またディーゼル車同様に尿素、SCR 触媒と DPR を併用した、日野のクリーンディーゼルシステムである、エアループを採用したほか、衝突被害軽減ブレーキや、 インパネもディーゼル車に習いつつもハイブリッドに適した、ハイブリッドモニター付けコンビネーションメーターが装備された。ただシンパネのコンビネーションメーターに、エコツリーは表示されない。99GRU1AK、セレガハイブリッド 99GRU1 アスブは、と、バス2012年5月10日にマイナーチェンジを行い、ディーゼル車同様に2012年7月1日試行の、 新保安基準に適合したと同時に、新エコカー減税にも対応した。形式も 99GRU1 安部に変更された。富士急山梨バスに折戸使用車が納入された。この世代をもって、セレガハイブリッドの生産は終了した。タイでは、r u 1軽車足に、国内車体メーカー製の都市型路線バスボディを仮装し、万国大量輸送公社により、 バンコク都市圏でシティバスとして使用されている。2014年発売開始2012年発売開始2012年から2014年。 製造2011年から2012年製造2010年発売開始2010年から2012年製造2008年から2010年製造2007年から2010年製造2006年から2010年製造2006年から2007年製造2005年から2006年製造2000年から2005年製造2004年から2006年 製造1990年から2000年製造1998年から2004年製造ありがとうございます。